はい。未来,未来予測180年サイクル。日本はどうなるか。日本に多大な影響を与える中国について考えてみる。この米中のつばぜり合いは〇〇になって最後は意外な結末になる可能性が高い。その理由は第一部。類似する戦争としてナポレオン戦争を考察する。さあ。 米中の対立の結末を180年最後はスパッと予測していたさあその衝撃の結末とは動画で見てくださいその時類似する戦争としてナポレオン戦争とクリミア戦争があるまずはナポレオン戦争について、えー、語っていきたいと思いますではですね、まあ、こちらの図からですね最初入りますね 中国史のサイクル108年サイクルにおける現代社会のサイクル5番、えー、1870年代から2040年代今2020年代において米,米,米中巨大大国の激闘が800年サイクルから見た時どうなるかといえば前日したように世界動乱、えー、西洋と東洋の拮抗した 時期です、ね、前日という前,前回の動画でっていうことですねにあたり西洋も東洋もほぼ拮抗した形になりますここはまあ動乱の時期になりますねだから最近中国強いのかもしれませんこうなるとアヘン戦争のような弱体化した中国ではないそういう意味では今の中国が強い東洋の時代ローマ帝国の末期のアメリカの終わりでありますということです でもしかしですね一方的に勝ち続けることは難しいと思います。では2020年2023年、まあ、もっと先になるという説もちょっとまあ申し上げさせていた二千て2025年とか2030年までを見る第二次アヘン戦争で米中,米中どちらかが勝つか、まあ、2020年2023年ほぼ硬いと見てますけれどね。 私はアメリカがとりあえず勝つと見ていますがそれは腑に落ちない勝ち方だと見ていますむしろ両者共倒れの状態になりますこうなるとなぜかという前に180年サイ,サイクルで考えるとどのような時に当たるのか中国のサイクルアメリカのサイクル世界のサイクルと並べていきましょう まず中国のサイクルは2020年代は社会が転落する時代そして同じようにアメリカのサイクルも同じような時期になりますそれで政治のサイクルもあのこ世界のサイクルも同じような時期になります社会が転落する時期ということですこうして中国アメリカ世界のサイクルをなべると全て大逆転のサイクル加工のサイクルの社会が逆転する時期にあたります 1989年のベルリンの壁からの解放の時のような爽快感を味わうことなくアメリカ中国とも良くない状態での終わり方になると思いますなぜそう考えたのか180年サイクルで戦争という視点,視点でサイクルを見ると米中同じ大逆転の時代に起こ,起こったとほぼ類似の戦争を見つけることができたまずは 世界のサイクルから代表的な戦争を見ていこうということでまずはこの大逆進の時代にまあ大構築の時代に起こっているものとしてオランダの戦争オランダ独立戦争大逆転の時代はド,ドイツの30年戦争逆にこちら側大構築まああの世界史のサイ,サイクルの3番目の時ですね オーストリア継承戦争1775年はなんといってもアメリカ独立戦争アメリカが国家誕生する時でございますねそれで大逆転の時代にナポレオン戦争クリミア戦争っていうのが起きてまいりますでこちらのまた大構築の時代今の現代の社会第一次大戦第二次大戦そして大逆転の時代には中国 この時期にですね米中戦があるのではというふうに見られております。世界中が巻き込まれる世界を変えるような戦争国の独立,独立をさせるような戦争は全て大構築の時代で起きている。まあ第一次大戦第二次大戦ですねまず、あ、第一次第二次大戦アメリカ独立戦争 オランダの独立戦,戦争でですすすすねねこちらら、ね、になっております考えられまれ大逆転の時代ではなんとなく自分の国の内戦とか2カ国同士の戦争でも結果が出ない戦争後々両者とも悪い影響が残る戦,戦争が起こる今回の米中戦争は大逆転の時代での戦争となる。 この大逆転の時代の二カ国戦,戦争は、ナポレオン戦争、クリミア戦争のみですから、この戦争を中心に見ていきたいと思います。まず、ナポレオン戦争のケースでございます。こちらから引用します。フランス革命への、えー、干渉、ナポレオン戦一世の対抗のために、1793年、 1815年にかけて5時にわたりヨーロッパが各国が結んだ軍事同盟。すごいね、5回目やったのかって感じですね。まず第1次、1793年、97年、1792年フ、フランスのオーストリアの戦線でフランス革命戦争が勃発、93年1月のルイ16世処刑、ベルギー占領などを見て、 各国政府の態度がんか、夏までにイギリス、ロシア、オランダ、スペイン、ポルトガルス、スウェーデン、イタリア諸国がオーストリア、プロシアとともに同盟を形成した。しかし、95年から97年の間にプロシア、オーストリアが敗れて、瓦解してまいります。第2次、99年から1802年、ナポレオン1世の エジプト遠征の失敗を機にイギリスのビット首相が大同盟の再建を図りロシアオーストリアトルコポルトガルイタリアの諸国が参加プロシアは中立を保った1801年オーストリアは敗れて条約を締結また02年イギリスは フランスとアミアンの和訳を結び解体されていきます。第3次。04年から05年、03年戦争が再開され、ビットが同盟形成に強く <coughs>、オーストリア、ロシア、イギリスの3カ国で成立。アウスティルチッツの戦いでオーストリア、ロシアは完敗し、イギリスは孤立してかい。 第4次ロシアが敗れ大陸封鎖令が施行されたが不満が諸国に通ぐのを見てイギリスの首相ポートランドがスウェーデンナポリーオーストリアを加えて結成オーストリアがワグラムの戦いで敗れたため崩壊第5次ですかすごいねなんか読んでても私も嫌だっちゃうねこれ。 ま、第5次ナポレオンのモスクワ遠征の失敗,を失敗に行き上がったデンマークザクセンなどを除き大同盟に集結バーテルドの戦いでナポレオン打倒に成功した誤解やったんですねもうほんとでもまあしぶといというかようやるよっていう感じですよねこれはそもそもアメリカ列強諸国がフランス革命の 波及ををてフランスに対すする包囲網作ったのが始まりです相手方フランスにはナポレオンという英雄が現れてそれに対する列強各国においてはこの間さまざまな同盟が結ばれこれが崩れナポレオンと戦いと敗れこれを何度も繰り返したあげ戦争は終わら,終わらないラらだ,だ,だ,だと戦争は続きようやくワーテルロの戦いでナポレオン妥当に成功して戦争は終わった。 17年かかってフランスを敗北に導いた形であるその収集の開かれたものがウィン会議でございますということでこちらを参考にしましたフランス革命ナポレオン戦争の後ヨーロッパ政治秩序の再建のため1814年9月から15年6月までウィンで開かれた列強会議オーストリアプロシアロシアイギリスの4大,4大国 国が実質上の決定権を持ち他、関係諸国の代表が実席した敗戦国フランスも参加しターデランの外交手腕によって巧みに自国の利益を守った他国の君主貴族も集まりオーストリアの宮廷は絶えず派手な祝宴を催し宴会外交を展開し疑似遅延を招いたことで有名 15年6月9日ウィーン最終議定書により、1オーストリアはベネチア、ロンバルディアを獲得、2プロシアはライン川下流域を行き、ザクセンを一部取得、ロシアはポーランドを取得、4イギリスは植民地拡大、5オランダはベルギーを合併、フランスは永世中立国となり、ロシア連邦は あドイツ連邦は連邦を結成するなどの決定が行われたこれらはいずれも自国民の民族的自由主義的な要求を圧殺しフランス革命以前の統治体制の再建を図る政党主義とヨーロッパ巨大大国の均衡 勢力均衡という二大原則の実現を目指したものであるこれに基づいた復興体制は普通ウィーン体制と呼ばれオーストリア最初メッテルニヒが3月革命に至るまでこの体制の指導者でございましたそのウィーン会議は各国の利害が絡み会議は踊るで全く進まなかったその間を縫って ナポレオンはエルバ島を脱出しパリに戻って復帰を遂げてまいりますしかしイギリスポリセンの連合国にワーテルドの戦いで完敗してナポレオンの百日天下は幕を閉じることとなりますつまり大逆転の時代河口の階段での戦争は長引きその結果がなかなか出ないということです 太平洋戦争のように5日で決着東京裁判で決まりというわけにはいかないんですこの結末に17年かかったんだからこれを見ても大逆転の時代の戦争はすんなりきませんドン引き続きの戦争となる可能性が高いと思いますそもそもその結果というのはナポレオンを島流しだけで済ませ,済ませたんだからあの第二次大戦の東京裁判の登場のように 死刑連発なんてやって,やっていないのを見ても生ぬるい戦争であるこれが大逆転の時代の戦争の特色であると言ってもよいと思いますさらに最近グレートリセットという言葉が使われておりますまだこの定義ははっきりしていないんですが一種の社会主義を目指していくような流れ、まあ、あの世界全体でもう重視の限界というのを感じながらその どちちらかかととといううそっちの方向に向におうとする流れがありますこれなんかもこの流れと非常に復古主義という点では似てるんですがこれはいずれも諸国民の民族主義的重主義的な要求を殺殺しフランス革命以前の統治体制の再建を目指す政党主義とヨーロッパの諸,国諸大国の勢力均衡という二大原則を の実現を目指したととと同じ流れと見ることができます確かにまあ民進の時代とか樹脂の後のまのというかまあそうじゃなかった時代との背景の違いは異なりますがサイクルという点ではナポレオンは戦争は政治の階段今は社会の階段の違いはあるが大学展の時代のまあ戦争の結果これからまあ戦争が起こると、まあ、あの仮定した場合ですね あのその後の結果という点では同じでございます米中戦員はこのようこういう結果もありそうだがナポレウ戦争と同じように長続きしないと思います以上で,です、ね、本部の方を終わらせていただきます重大なお知らせ是非見ていただければと思いますこの動画は未来予測講座ー,ー,ーズとしてやっております今までに60本近い動画を入れておりますこの動画単独ででは理解できないと思われます そこで未来予測講座では再生リストを見ていただければ幸いと思います。未来予測講座下の方にアドレスを入れておきます。引用はですね、国家の終焉、国家の逆襲、超サイクルイオンが21世紀の下克上を予言するということで、鈴木恵子先生、1997年、2005年、俺が潰れない生き方、超サイクルイオンで見抜く危機の中のビッグチャンスということですね。 これも2003年6月1日、鈴木恵子先生から出ております。鈴木恵光先生、ありがとうございますというところで本日の動画を終わらせて,させていただきたいと思います。ではご清聴ありがとうございます。終わらせていただきます。